皆さんこんにちは、ふうみんです。今日は皆さんがポールダンスのトリックがたくさんできるようになった後にどのように披露していく方法があるのかということについてお話ししていきたいと思います。今まで練習してきたポールダンスのトリックや自分で振り付けをした作品を披露する方法としては大きく3つあると思います。まず1つ目が、SNS とかですね、インスタグラムですとか YouTube を使って自分の作品を披露する方法ですね。これは案外簡単できるかなと思います。2つ目はポールダンスのイベントに出る方法があります。クラブイベントであったり、ポールダンス教室の発表会であったり、その他ポールダンスに関する、もしくはダンスに関するイベントに出演するという方法があります。そして最後3つ目ですけれども、大会に出るということですね。これは大会の審査の基準が設けられていますので、そういった審査基準もちゃんと理解して自分で振り付けをして音源を用意して衣装も用意して出場する必要があります。今日は大きくこの3つの方法について簡単にお話ししていきたいと思います。SNS で発信する方法ですね。私が今まで発信してきた SNS でいきますと、インスタグラム、ツイッター、ブログとしてアメブロですね、あとフェイスブックで、こちらの YouTube と、最近 TikTok とかその辺ですね、主流の SNS になると思うんですけれども、そちらで写真や動画をアップして皆さんに自分の練習の成果を披露していけば良いと思うんですけれども、写真でアップする時にはですね、やはりまだその技の流れがスムーズでない時に、綺麗にできた瞬間の写真だけをアップしたりすることが多いですかね。あとは基本的には練習動画かな、失敗動画、あとは作品を作った後に衣装をちゃんと着て作品として綺麗に踊った動画、さまざまなタイプの写真や動画をアップできると思います。注意しなければいけないのは、動画の場合には BGM ですね、著作権の関係から普段聴いているような、例えば洋楽とかノリのいいダンスミュージックとかを使ってしまうと著作権に引っかかってしまうので、そこだけは注意した方がいいと思います。もしかしたら後でBGM だけ入れ替えて著作権フリーのものに差し替えて編集する必要があるかなと思います。 SNS での投稿は日常的にできると思うんですけれども、2番目にご紹介していた方法ですね、ポールダンスを披露する方法として、イベントに出る、あとは発表会に出るということで最初お話ししましたけれども、こちらについてお話ししていきたいと思います。まずイベントに出る場合ですね、これは主にクラブイベントがやっぱりダンスは多いのかなと思うんですけれども、そういったポールダンスに関連するイベントがあればどんどんチャレンジしてみたらいいと思います。これは初心者でも全然問題ないと思います。私はポールダンスを習って3日目で実はデビューしました。クラブで踊りました。ちょうど10年前のこのクリスマスシーズンですね、クリスマスのイベントで赤いビキニを着て、ほとんどトリックはできないんですけれども、ポールダンスにぶら下がるというぐらいで、フロアで踊るダンスがメインで、たまにポールに座ってメリーゴーランドというようなちょっと簡単なトリックだけ一生懸命練習して踊った記憶があります。その後はポールダンスの練習を続けて、2ヶ月目3ヶ月目ぐらいからですかね、毎月のようにクラブでのイベントに出るようにしていました。めちゃめちゃ初心者だったんですけれども、できるトリックの数もですね少なかったんですね。けどイベントでも何でもいいので披露するというような目標ができると、1ヶ月ごとにどんどん上手くなっていっていたような記憶があります。初心者の方がクラブイベントに出るというのは非常に
緊張するかもしれないんですけれども、たくさん学ぶことがあると思うので、どんどんチャレンジしてみていただければと思います。イベントに見に来ているお客さんもダンサーさんが初心者っていうのは分かると思うんですね。見に来ている人も初心者の人がこれだけ踊れるなんてすごいなというような温かい目で見てくれますので、ぜひ機会があればどんどんチャレンジしていくことで、そのステージに慣れたり踊る以外のいろんなノウハウも身につくと思うので、ぜひチャレンジしてみていただければと思います。クラブイベント以外ですと比較的参加しやすいのがポールダンス教室が開催する発表会ですね。これは不定期だと思うんですけれども、年に何回かあると思いますので、それを探してエントリーしてみるといいと思います。発表会にチームで出る場合には担当する先生の指示通りにやっていけば問題ないので、一番最初のチャレンジとしてはチームで参加してみるといいと思います。先生はですね、ポールダンスの振り付けはもちろんですけれども、衣装も手配してくれますし、あと演出もですね、照明であったりその他の、必要な演出も先生がプロデュースしてくれるので、もう全部お任せでいいと思います。でチームの出演に慣れたらですね、ソロで出てみるのもいいかもしれません。ソロにチャレンジする場合にはですね、基本的には、自分一人で準備していかないといけません。必要な時にはそのスタジオの先生に相談するということも可能なんですけれども、先ほどお伝えしたポールダンスの振り付けから、あと BGM の編集ですね、そして衣装も準備して、最後に本番前にはですね、照明さんへの指示も自分でしていきますので、この辺ではこんなライトで、ライトの色であったり、どのようなライトの変化にさせるのか、細かい指示も自分で出していきますので、本番前の当日のリハーサルでもライトがちゃんと指示通りになっているかどうかというチェックも先生ではなく自分自身でチェックしていかないといけませんが、そういったところもですね、非常に勉強になるかなと思いますので、ぜひ発表会という大きな舞台でチームで出るパターンとソロで出るパターンですね、経験してみていただければと思います。その他のイベントでいきますと、私が経験してきた中でいくとですね、横浜の赤レンガ倉庫の前で野外ステージで踊ったりですとか、野外は結構ありますね。新宿のヒルトン東京のビアガーデンで踊ったり、テノザウルの、サマーフェスティバルですね、これも野外でした。あとよく声がかかるのが車とかバイクとかのイベントですね。結構レースクイーンさんとかビキニとかそういったレオタードとか着て結構露出した格好で盛り上げていると思うんですけれども、そういったイベントを盛り上げるためにポールダンサーに声がかかって参加したというのはありました。ですがこれは単発で結構イレギュラーなので、もしご縁があってそういったイベントに参加できるチャンスがあれば、どんどんこれもチャレンジしてみるのもいいと思います。そして3番目に披露するシーンとしては大会に出るということですね。今日ご紹介する大会としては2つあるんですけれども、1つがポールシアターという大会ですね。これは比較的大会の中でも参加しやすいかなと個人的に思います。もう1つがですね、スポーツポールダンスという競技を競う大会なんですね。こちらの方はかなり審査が厳しいです。ちょっといろんなイベントに出て経験を積んだ後にですね、こういった競技で審査されるスポーツポールダンスというような大会に出てみるといいと思います。一つ目にご紹介したポールシアターという大会なんですけれども、私は初めてこの大会に出場したのは3年前ですね、2017年のジャパン大会なんですけれども、部門としてはアマチュアのアート部門で一応優勝をしたんですね。それがここに見えますだかね、いつも部屋に飾っているんですが、その時に優勝をさせていただいたので、練習する時にですね、それを見ながらまたチャレンジしたいなというような意気込みを入れて練習をしています。このポールシアターはですね、ある程度自分の自由な表現で振り付けもトリックも曲も
表現できるので、比較的簡単にチャレンジできる大会かなと思います。私はソロで先ほどお伝えした一つの部門にエントリーしたんですけれども、友達もですねセミプロでエントリーしていたので、そのプロップとしてポールは踊らないんですけれども、演出する人物としてですね出場したことがあります。で、彼女はその翌年に海外の大会、シドニー大会にも同じ作品でですね出場したので、2018年にシドニーに一緒についていって彼女の作品をサポートした経験があります。こちらのポールシアターという大会なんですけれども、ジャパンもありますが、いろんな国でですね開催されているので、他の国でエントリーしてみるというのも一つの、チャレンジになるかなと思いますので、ぜひそこまで意欲が出てきたらぜひチャレンジしてみていただければと思います。そしてもう一つご紹介していた大会が、日本スポーツポール協会というところが主催している大会なんですけれども、スポーツポールダンスの競技大会ですね。かなり細かい審査をされる大会になります。これはいろんな意味で経験が必要かなと思いますので、先ほどお話ししたようなイベントにたくさん出て人前で踊ることにも慣れて、たくさん離れして、そしてこういった大会では全く緊張せずに、緊張するどころかオーディエンスを沸かせるような、アッとさせるような、そういったパフォーマンス力も求められますので、スポーツポールダンスの全日本選手権というのがありますので、ぜひそちらにもチャレンジしてみていただければと思います。審査基準となっているトリックを数えたところ、やはり数百トリックあったんですね。細かい規定がもう100ページ超えるほどのマニュアルに記載されているので、それをちゃんと読んでその通りに踊らなきゃいけないんですね。練習する期間も最低限半年ぐらいは余裕を持って準備する必要があると思います。衣装についても非常に厳しいです。お尻の部分の露出であったり、胸元の露出であったり、非常に制限されるので、ポールダンスの衣装をですね用意するというのもかなり時間がかかると思います。私はですね2019年にアマチュアで出場したんですけれども、失格点が多くてですね、実は残念ながら何のタイトルも取れませんでした。ですので、この全日本選手権に出る場合には、慣れている方もしくは先生への相談がですねできれば一番ベターかなと思います。いかがだったでしょうか。今日はポールダンスを披露するいくつかの方法について説明させていただきました。この動画が非常に参考になった、もしくは面白かったという方は、ぜひいいねを押していただいて高評価をいただければと思います。ではまた他の動画でお会いしましょう。